はい、というわけでやってまいりましたボンドチャンネル土パフォーマンスです。今回はカリナンマンソリーの続きをお伝えします。早速入稿多分まだ1週間ぐらいしか経ってないと思うんですけど、こんな感じでバラバラになっちゃいました。もう見てください、どうですかこれ。もう多分新車のカリナンをここまで最速でバラしたのはこの車ぐらいじゃないでしょうか。もうとにかくもう普通の車と全然違う造形になってるみたいです。もう僕見てびっくりしたのが、まずこのフレーム、もうなんか建設現場みたいな、こんな四角い、これアルミですかね、結構分厚いフレームでこんな大胆な造形になってるんですよ。普通の車だとこうパネルがこう溶接されててっていう感じになると思うんですけど、もう本当に骨組みっていう感じ。この辺なんかももうすごい造形で、もうこれだけ大きい車なのにやっぱりエンジンが V12 で大きいんで、もうギチギチっすね。もう ABS のユニットなんかもこの隙間に入れてあるし、もうこんだけでっかいエンジンルームなのにウォッシャーのタンクはこのフェンダーの隙間に隠してあるっていう。でここから入れるんですね、ウォッシャーを。でこう辿ってきてこれたまる。そしてこの辺なんかも全部、まあ、音が出ないようにですかね、全部こういうスポンジ的なのが入ってて、あとは前回りなんかも、もう結構バンパーの衣装にこう目を取られて、中どうなってるんだろうってあんま考えたことなかったんですけど、ちゃんとオイルクーラーは上と下から風が入るようになってるし、しっかりブレーキダクトも、あと調べたらこれヒートエクスチェンジャーって、その水とオイルのラインがこう壁1枚でこう合わさる部品があるんですけど、それがここに入ってるんですね。なんでちょっと普通の車の作り方となんか全然違う感じがします。そして今作業的には各部エアロパーツのフィッティングの確認中みたいです。まず塗る前にそのチリが大丈夫かとかを今やってます。で今ちょうど後ろのこのエアロパーツのフィッティング確認中みたいです。今どんな感じでしょうか、川久保選手教えてもらってもいいですか。前回のカリナンやった時にこう大体ここわずかにリアバンパーとこの隙がどうしてもあ、ここが隙間がいまいちと、はい、で今これパテを持って、そうですね、隙間を埋めてます。なるほど、この分ちょっと厚くして、はい、であとははめて平らにしてっていう作業をしてるみたいです、はい、ただ全体的なフィッティングはかなりエアロパーツの中でもいい方じゃないでしょうか。もうこの辺のクリップとかもうドンピシャ、少しだけですけど完成形が見えてきました。はい、続いてこちらがマンソリーのフロントバンパーになります。これ今多分仮組が終わって、まあ、こういうちょっとしたチリだったりとかっていうのを軽く修正した段階だと思います。この黄色い部分がパテ持ったところですね。だとフロントの PDC の穴がなかったみたいなんで、そこを追加で開けてるそうです。でもう塗装だったりはまだ何もしてないんで、もう本当にこのザラザラの状態、ボコボコの状態、これからまあサフェ拭いたり研いだりして、まあ、ツルツルにして色を入れていくっていう段階になると思います。であとはこのナンバーベース、これがちょっとこの隙間が若干空いてるのと、あとここにマンソリーの部品でこうステンレスのメッキのグリルがはまるんで、おそらくここが当たるんじゃないかということで、ちょっとそのグリルをはめて当たらないようにちょっとこの辺の加工もあるみたいです。はい、であとこちらが純正のリアディフューザー、これびっくりしたのが、これさっきこういう状態で置いてあったんですけど、見てください、このふにゃふにゃさ。まあ、通常純正のバンパーとかってこう多分 ABS かなんかだと思うんですけど、要はこう割と柔らかめのプラスチックでできてるんで、まあ、こんなにこう柔軟性があるというか、まあ、以前お伝えしたアベンタなんかだともうカッチカチの、もうこういう風に置いても一切形の崩れないガッチガチのバンパーだったんですけど、しっかりカリナンのやつは今時の車、他の車みたいなこういう柔らかめの素材で作ってるみたいです。でちなみにカリナンイギリスで多分組み立てられてると思うんですけど、しっかり BMW なんでパーツに関してはメイドインジャーマニー、はい、これがリアディフューザーのパーツ番号ですかね。これでじゃあ注文すれば皆さんリアディフューザーが頼めますね。よかったですね。であと、まあ、結構この辺なんかもミニでも見慣れたこの受けとビスだったりだとか、まあやっぱり中身見ると BMW 結構パーツ使ってんだなっていう感じしますね。であとは
一応あフェンダーか、あとは向こうの方で今フェンダーの方の修正してるみたいなんで、ちょっと見に行っていきましょう。はい、でこちらが交換予定のフェンダーになります。まあ、一応一回もサフェ入れたみたいで、さっき見てもらったフロントバンパーよりかは少し肌が綺麗になってると思います。それでもやっぱりちっちゃい巣穴なんかとか、あとこうポコってへっこんでるところなんかあるみたいなんで、まあプラスしてその穴をちょっと埋めてっていう感じになるみたいです。分かりやすいのが、あ、ここもう埋めちゃいましたね。さっきここが本当に1ミリぐらいぷくってへこんでたんですけど、ここも、あとはこの縁とかこの辺なんかもやっぱり細かいところであるんですけど、やっぱりこの辺が仕上がりにかなり影響してくるんで、やっぱりこの縁のとこがボコボコしてたりとか吸わなかったりするとやっぱりダサいじゃないですか。なんでしっかりその辺もやってると。であとはマンソリーのパーツ、まあ、カーボン見えるところだけドライカーボンと思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、このサフェーサーが塗ってあるパーツ、とにかくもう外装パネル類も全部カーボンです。裏側見ていただけるとお分かりいただけると思うんですけど、はい、いやもちろんその見えないところなんで表面みたいにその綺麗に目を合わせてレイアップされてるわけじゃないんですけど、まあ、全部ドライカーボンのパーツになってます。あ、この辺とかすごく分かりやすいですね。この辺とかこの辺とか、はい、このカーボンの網目がこんな感じになってます。でこれであと研いでサフェーサー塗ってっていうのを何回もやって、あとこの辺なんかも多分ダストですかね、パーツですかね、ちょっと分かんないですけどボコってなったりするんで修正して色を入れてクリア塗ってっていうのをあと何層もやっていくみたいです。はい、続いてこちらがカーボンフードになります。で前回の動画でこれボディ同色に塗ってここぼかしてなんていう話をしてたんですけれども、実はですねあの後お客様といろいろ打ち合わせをしたら、なんとこのカーボンの目を全部出していくことになりました。もう僕らのなんかこう塗った方が無難ですよねなんて言ってたこのセンスのさらに斜め上を行ってたという、まあ、とりあえずまあ後から塗ることもできるんで、まあ、1回はもうそのもうとにかく派手にというか、せっかくのカーボンフードなんで、まあ、全面この目を出した状態で、まあ、取り付けをするみたいです。なんでここももちろんそのマンソリーのマーク、まあ、塗らないと埋められないんでマンソリーのエンブレムをつけて一旦取り付けする予定です。いやもうとてつもない2トンの車になりそうです。そしてこれ今クリアが1回塗った状態だと思うんですけど、まあ、研いだりとかっていうのはしてないんで、この塗った直後のこのゆらゆらゆらとしたこの肌がちょっとお分かりいただけるんじゃないでしょうか。これを研いで平らにしてまた塗ってっていう工程を今後ろの方で水研ぎやってますけれども、はい、もう何回も何回もやってバッチリな状態にして車に取り付けるみたいです。あと他にも細かいフェンダーのパーツだったりだとかその辺なんかも、はい、これから同じ作業に入るんだと思います。この辺Dピラーのカバーだったりだとか、あとはグリルの上の部分だったりだとか、とにかくカーボンパーツだけでも点数が恐ろしいことになっております。はい、というわけで今回はカリナンフルマンソリーの続きをお伝えしました。この後作業の動画をご覧ください。というわけでチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。